はい、それでは今回も引き続きドントスターブトゥギャザー実況を始めていきたいと思います。前回から新たにこのワンダというキャラクターで、新しくこの世界に降り立ったわけなんですけれども、冬に入りかけの20日目までプレイしていました。それでね、ちょっといろいろ話したいことはあるんですけれども、とりあえずそろそろマジで冬の準備をしないと非常に危険な状態になってるということで、というかお腹が空きまくってるという話で、これ入れられないの？これ入れられないのか？なんだこれ、ヒルウィードって。食べてみる？あれ？何にも起きなかった。え、そんなことあります？何にも起きなかった？マジ？あ、それでね、そう、ほんとね、あれなんですよね、この畑に関してちょっと後でね、いろいろと喋ろうかなって思ってます。あ、種落としてくれてる、ありがとう。あれ？ビタ止まり、たまにあります、ドントスタートトゥギャザーでめっちゃ止まるやつ。よいしょ。それと、あれですね、今ね、夏のイベントみたいなのが始まってて、ちょっとだけちらっと見たんですけど、なんか楽しげな雰囲気がありましたよ。あ、これ種なのか。いや、これティルウィードってやつだ。これ何なんだこれ。ウィードって書いてあるから草なんだろうけど、あ、これは種が取れてるのか。なるほど、はい。と、まず何したいかっていうと、ちょっとこのテンタクルスパイクをね、取りに行きたいんですよね、もうちょっと。で、ちょっと若返っといて、よいしょ。で、あと肉も取りたいかな。よっ。そうだよな、肉もちょっとてか全然ないから。チェスターがさ、ちょっと持ってなかったっけ。持ってなかったか。もう記憶がもうすでに曖昧だ。そしたらまずは夏のイベントはこの下の、あ、いいよいいよいいよ、ちょっと待って、これ蜂蜜取っとこう。よっ。あれ、蜂が出てこない。あ、出てきた。1回目蜂を許してもらった。ほらほらほら、これ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 、これが夏のイベントで必要な、なんかやってくれる NPC というかキャラクターです。カーウニバルサプリングってことで、うん、カウカウってあのカラスが鳴く声とお祭りのカーニバルがかかってるみたいなことみたいですね。なるほど、楽しそうですね。種と金がいるって書いてあったな。種取っていこうか。で、左上、そう、この沼地をね、ちょっとうろうろして、テンタクルスパイクをいくつか輸入しておきたいと思います。じゃないと、槍を作る羽目になりそうなんで。さて、落ちてるかな？あ、落ちてる落ちてる。これ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 。これくれこれくれ。テンタクルス、あ、落ちてる。いいよいいよ。さすが、半魚人と、触手の土地。ここからも落ちる可能性ある。戦って戦って、頑張れ頑張れ。あ、やべ、チェスターが殴られてる。これは求めてない。そう、プレイヤーがいることで、お、お肉も手に入ってる。え、チェスターがポコポコ殴られてる。肉も手に入ってる、いいぞ。この皮みたいなのは別にいらないかも。相手できて、あ、僕はちょっと違うかな、それは間違ってるわ。でも1匹でもちょっとこれ叩いちゃうとえらいことなんで。ああ、でもね、もう3本あったらもう十分かなって思わなくもない。よっ。あ、もう帰ってもいいかも、そんな気がします。もうあんまりここに来ないだろうってことで、沼地に火まで放ち、痛い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 、よくないよくないよくない、ウィーン、痛い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 、ひでえひでえ話だ。こう若返ってる時に殴られるのめっちゃ辛い。あー、金が浮いちゃった。あー、このテンタクルスパイク 15% のやついらないかもな。おっと、現在非常にまずいことが起きてることに気がつきました。もうこれ完全に来ちゃってるのか。まだ来てない。いや、来てるんだとしたら、あのね、この上行っちゃいたいな、それは。そう、本当にそう思いません？ですよね。よっ。バックステップ落ちて。いや、でもな。あ、やべ、リーズが燃えてる。ちょっと難しいところですね、これは。
そうか、チェスターにちょっと預ければいいのか。待ってよ、待て、今あの石が作れるかどうかっていう問題がある。サーマルストーン作れるのか。あ、作れる、作っちゃおうか。作ってここに置いてアタックしちゃおうか。もっと危ない問題はこれ、今ここの火が切れたら真っ暗になる、ここら辺。それは良くない。で、待ってね、温めるわこれ石を。で、冬と同時に、もう次多分もう冬なのか、同時に精打ちを狩るという素晴らしいプレイをしよう。もうすでに素晴らしいプレイじゃなくなってるところは置いといて。あれ、暑いとかって言ってる。いいよ。あー、なんか暑すぎるって。 OKOKOK、 ちょっと体温下げていいよ。じゃあ、はい、よし、これ持っていこう。これをこっち側に置いといて、リュック側に置いといて。暑いの？やばい、まずい。待って、体力回復したいから。チェスターの体力も心配なんだよな。チェスターって普通に死んじゃうんで、あたとかって倒れて、あの荷物バラバラとかって落としちゃうんで。うわー、この辺の食料を取っていきたい。なぜならお腹が結構空いてるから。待って、若返る。あれー、結構大変なことなってんな。なんでこんなことになってんだ、わかりません。よし、この辺り渡しといて。このワープとかがどこに繋がってるかは結構見といた方がいいかもな。で、今あったかい石があのバッグの中にあるんで、体はね冷えずに済んでます。で、完全にもう冬は来てますね。そんな中でどうするかっていうと、あ、そうだ、洞窟が繋がってるんだったっけな。そう、近くに繋がってるんだったな。よし、あそこから帰ろう。この精打ちを狩って洞窟から帰るっていう、素晴らしいプレイをね、今から。さっきから素晴らしいプレイってずっと言ってるけど、大丈夫か。あ、これもう一個素晴らしいプレイ言っとこう、これ。これね、豚を一匹連れていくっていうね、このファインプレイ。I love friend。Me too だよ。行こう。ほら、いる。いる。いけ。いけ、豚。先に行ってくれ。よし、いいぞ。待て、狼からやるか。やべ、これ凍りそう。凍っちゃった。ヘルプ。助けて。舞台、行こう。あれー、ずーっと凍ってるじゃん。お、いいぞ、いける。あ、行った。これね、最初一発叩くまでが結構大変なんですよね。それが叩けたら、割と大丈夫って思ったけど、そうでもない。豚と一緒に追い詰めよう。あー、グダグダ。いける。ちょっと待って。なんでこんなことに。まあ、もうちょっとこう、双方向からアタックみたいな。やばい、苦しいぞ。え、宇宙、あ、えらい。あれ、これどうやって倒すんだっけ。いや、待て。いける、絶対。あ、ナイス。しかし目的のもの出ず。この精打ちのね、あれが欲しかったんですよね、あの牙が。これもう一回通うことになるわ。これ倒せるか。これも倒しといた方がいいような気がする。よ、雲と戦うつもりはあんまないんだよな。これって全滅させとかなきゃいけないんだっけ、次にこう生き返ってもらうために。まずい、冷えてる、めちゃくちゃ暑い。ちょ、若返っていい？そんなことより体力なくねえかって話ね。体力じゃない、お腹。あー、木がもうないのか。ちょっと待って、ちょ、焚き火起こすにも起こせない。ちょ、あの焚き火起こして、あの、あれ食べよ。木が持てない、木が。なんで、荷物パンポンだから。そういうことね。オッケー、ちょっと待って。よ、これ肉焼いて食べます。結構もったいないことしてるけど、まあそれをちょっと置いといて。で、これちょっとあったかいし置いて、めちゃめちゃあったかくしたら、
さっきのやつを成敗しきった方がいい気がするんだよな。あれどこだっけ、こっちか。巣に戻った。あ、いやでも生き返ってくれるか、しばらく待ってようか。で、タムオシャンターも手に入らなかったのか。と、セイウチのね、あの帽子をかぶると寒さもしのげるし、産地も徐々に回復していくしっていうね、素晴らしい帽子があるんですけど、それも取れなかったから、よし、これ洞窟入って、そうそう、右上、これ すんなり繋がってるかな？その不安はあるよ。すんなり繋がってるのかっていう。うーわ、えぐー、これ。パッと見、パッと見繋がってるから大丈夫だよね。うわー、苦しい。あ、もうすでにやばいかも。繋がってないのか、意外と。やばい、繋がってないと非常に困ったことになる。うわ、そこ飛び越え、繋がってる道がないのか、もしかして。うわ、こっち側から行く？なんかこっちもノーフューチャー感がある。っていうか、腹やべえ。お腹か、お腹が相当きついぞ。うわー、これ全然繋がってない。いや、なんか直線距離は近かったけど全く繋がってないですね。ちょっと待って、まずいまずい、お腹もまずいし、あー、非常に苦しい話が、とても大変な目に遭ってる気がする。これ失敗したなー。その、行くんだったら、この、冬の前に見とくべきだったか、ちゃんと。そして、あの、クモの巣多すぎて、やばい、これ。ピンチピンチ。ちょ、これ地上戻ろう。こっから帰れないわ。いや、意外と近い道あるんだよ、みたいなことが、後から分かりそうな気もするけど、いや、それにしちゃ、ちょっと、ギャンブルすぎるな。これもう今すぐ帰らないと、もうお腹ペコペコで終わる、マジで。あー、待ってよ、このワームホールにかけるか。あのワームホールにかけるという手は多少残されてる。意外と近いとこ出ちゃうんですよね、ちょろりみたいな、そういう。ただあの草がなくって、あと1回しか松明作れないっていうヤバさもある。ここら辺か、暗いからわかんない。ちょっとマップチカチカ開きながらで申し訳ないけど。よしよし、あった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 、ありましたありました。よし、じゃあこれ入ってみよう。感知減るけど。よし、来た。え、直行便。え、救いのワームホール。あ、そうだったの、知りませんでした。うわ、ありがとう。救いの手が差し伸べられました、奇跡的な。あっぶんねー。いや、ちょっと待ってよ。これ蜂蜜で作っちゃうわ、全部。ちょっともったいないけど、蜂蜜とさ、例えばなんだろう、このトマトとかでもできるのかな。タフィーね、あの飴玉できるんだったら嬉しいんだけど。で、飴玉ね、ちょっとだけ調理時間長いんですよね。で、そしたら今から冬のね、象を狩りに行きたいとも思ってますよ。で、このテンタクルスパイクはちょっと置いといて。やべ、お腹がめっちゃ減ってるけど。うわ、1回につき 0.5 歳分ぐらい年取る。あっぶんねえ、これガシ飢餓状態、やばいやばいやばい、あぶねー。よし、 AGS ウォッチ、あ、できるできる、トマト入れても大丈夫だ。よし、これ産地も回復するし、これ3つ食べて結構元気。 OK、 あぶねー、野菜が育ってる。あ、そうだそうだ、野菜の話したいしたい。非常に大きな勘違いというか、そう、野菜のね、この畑のシステムをね、ある程度見たんですよね。
これだ。これ、ジョウロっていうアイテムとかあるんですけど、これね、水やらなきゃいけないんですって。やらなくても育つんですけど、簡単に言うと、そのね、なんかストレスレベルみたいなものがこう設定されてて、その悪い環境で育てば育つほど、こう植物のストレスが上がっていくんですよね。で、そのストレスを解消してあげることで、その時々種が出たり出なかったりしてると思うんですけど、その判定につながるみたいな。ストレスレベルが高すぎるともう作物しか取れないし、より低いストレスの状態で育ててあげると種を落とすようになるみたいな。だから持続的にこう植物を育てられるみたいなことなんですよね。で、そのストレスレベルを下げるためにどうするかっていうと、こうやって話しかけてあげたりとか、話しかけてあげたりとか、あと肥料をね、この畑に撒いてあげたりとか、そういったことが必要になるんですよ。で、そのうちの一つにこう水やりをするっていうのがあっていや、なんでこの畑のタブのところちゃんと見てなかったんだろうと思って。そう、これね、水をやらなきゃいけないみたいです。はい、そんな話もあってということで、で、何したかったんだっけな。そうだ、まあテンタクルスパイクは手に入れたからそれはよくって、そう、あれだな、あの象を狩りに行こう。で、あったかい体装備を作ろうかな。そう、あるんですよね、その冬用のね、服をね、作る方法があるんですけど、それもまだやってないからやりたい。もう夕方か。足跡近くにあるかな。会ってくれたら嬉しいけど、よっ、ちょっとベリー取っとこう。っていうのも、そうだ、あのもうお腹が結構空いてたから、それも怖かったな。遠出するときは何かしら一つぐらいは肉団子持っていくべきだなって改めて思いました。うわ、ペンギンだ、懐かしい。え、っていうかさ、冬ってウサギいたっけ。さっき白いウサギいたけど、あれいたんだっけな。なんかいないと思って慌ててウサギを取るようなことをしてましたけど、これは合ってたのか合ってなかったのか。ペンギンはうまくやればね、卵を取れたりもするから、結構出しときたいですよね。海沿い歩いてるとたまに出てくるんで、出しときたいってのもあります。わあ、もうこれ蜂蜜ももう取れないしな、冬になって。めっちゃフゴフゴ言ってる。あ、狼来てんじゃん。たま、やば、これちょっときついかも。さっき狼倒した時に、あの氷のね、氷の狼倒した時に、いけ、あれ、ちょっと待って、自動的に切り替えてくんないのか。ひー、こんなに食らう。狼の牙取ってくればよかった。狼の牙取ってくればちゃんとトラップとかね、作れたのにな、ってことを今後悔してます。そしてなんですけど、まあ、これ狼の襲撃はまあ狼の襲撃で置いといて、あ、近くに植えればよかったな。そうだ、ベリーの植え替えとかもあんまできてなかったな。っていう、赤い鉢は元気なのか。ベリー近くで植えればよかった。今普通になんかよくわかんない、なんであれが倒れたのかがちょっと不明だな。掘ったっけな。いや、掘った記憶はあんまりない。今引き続きね、その象の足跡探してるんですけど、なんかないんですよね。意外とないもんだな。さっき生打ちのとこ行った時にチラッと見えたんですけど、あそこで追う元気はなかったから、まあまた見つかるっしょとかって言ってスルーしたんですけど、ちょっと見つからないんで、また何かの機会に見つかったらいいなぐらいの感覚でいましょう。で、マイナーハットちょっと作ります。よっ、麦わら帽子とホタルと金でね、マイナーハットをつければこんな感じで明かりをね、頭につけることができるんで、これで夜はもう安心っていう感じです。で、それとあとね、何作りたかったんだっけな。今パッと思い浮かんない。あ、そうだ、ヘルメットだ。豚ヘルメットがちょっと怪しくなってきたんで、作り直しておきます。よっ、 OK。 そう、さっきね、狼戦で結構殴られちゃったから苦しいなと思ってました。
はい。で、こんな感じで OK で、で、一回ちょっと若返っといて、で、ワームホール抜けて、もう一回、聖打ちのとこ行きますかね。多分、そろそろ行っても良さそうな気がする。